それでは教育学部行ってみたいと思います。まずは第一問、長文読解。これは標準ですので15分くらいでさばけるかと思います。ですから理想は10問中9問取れれば同じ。ただ10問中8問くらい取れてればギリギリセーフですね。ということで、じゃあこれ解説をお聞きください。サビさん、問いの1番でございますが、ここにありますからね。サビさん、並び替え問題でございます。サビさん、これはホワイトボードを使って解説しますね。サビさん、まず先頭に assure。これを見たとき、皆さん SVOO、第4文型だと判断できますよね。で、目的の一つ目には人。サビさん、これで選択肢眺めていただいて、皆さん、人であり、なおかつ皆さん、目的語として存在させることができるもの。ですから、これも students で確定ですね。で、皆さん、次にどうしましょうと思って、皆さん、また先頭から見るんですが、皆さん、前置 in。で、皆さん、これで interested。あ、これで熟語だね。みたいな感じで反応ができるかと思います。ですが、皆さん、それを皆さん、この真ん中あたりに置くのか、この後半に置くのかはわからないので、皆さん、暫定的にここに置いておきますね。だと、皆さん、もう一つ熟語が皆さん、見つかっているかと思います。そうです。from と different で different from。で、皆さん、これも暫定的に後半に置いておきますね。で、皆さん、これ interested の左側。まあ何を置くのかということですが。で、これ過去分詞になってるのが最大のヒントですね。そうです。過去分詞になってるってことは、皆さん、感情を抱く人間が主語。で、そうなるんじゃないかなと思って見てみると C がいますね。で、皆さん、主語に C を置くと、皆さん、B 動詞も確定。もちろん単数形ですから、was ですよね。そして皆さん、残った B 動詞 were しかおりませんので、ここに置いておきますね。で、皆さん、be interested in。皆さん、これの対象は残った選択肢の中で言うと ideas。皆さん、考えに興味だったらモテそうですね。となってくると、皆さん、これ、前置 from の右側。まあもちろん名詞を置けばいいので、残った選択肢の中では hers が使えますね。で、皆さん、文末こうやって置きました。で、皆さん、余ったところでございますが、もちろん残った選択肢は一つ。まあざっとしかないんですが、それこそこれはこうですよね。動詞が皆さん、こちらの was に対して、こちら were。動詞が増えております。ですので、ざっと挿入して、関係代名詞のざっと。そうです。ざっとの右側は主語ないですからね。で、皆さん、このざっとの右側は were、複数形になっております。皆さん、この先行詞 ideas。ああ、複数形になってるな。ですから、皆さん、これを were につなげることも OK。ですから、正解はこんな感じでよろしいかと思います。さあ、続いて、この空所2番ですね。選択肢こちらでございます。で、皆さん、これ空所の左側で、皆さん、一番いいラーメン屋。まあ、それはどこなのかと尋ねられて、うにゃうにゃと答えるんですね。で、おそらく皆さん、これ空所の左が air。で、このあたりをヒントにした方もいらっしゃると思います。で、もしくは空所の右側ですね。まあ、日本の生徒さんは好みとかないのか。まあ、そんな発言になってるということは、皆さん、ラーメン屋さんでおすすめ聞かれてるのに、it depends。まあ、時と場合によると。まあ、答えになってへんやんけって感じですね。まあ、だから皆さん、日本人の学生さんは好みがないのか。そんな発言につながってるんですね。ですから、正解は B ということでよろしいかと思います。さあ、続いて皆さん、空所3番ですね。まあ、選択肢こちらでございますが、まずは空欄の左側、curious。まあ、その後ろに続くのは about ですよね。だったら選択肢の A か B か。もちろん選択肢の A、what の後ろは不完全。で、選択肢の B、why の右側は完全。で、空所の右側はどうなってるかなって見てみると、皆さん、American students が主語。で、皆さん、listen、自動詞ですので、ここで文型完結してますよね。ですから、空所の後ろは完全。ですから、why を含んでる選択肢の B が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いて下線部4番です。皆さん、これ熟語でいけそうですね。うにゃうにゃに勝つ。打ち負かす。となってくると、皆さん、もう選択肢は一発で B が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて空欄5番でございます。皆さん、これは空所の左側のこの質問でいけそうですね。まあ、ワインにするのか、ビールにするのか。ときたら、皆さん、選択肢の D ですよね。些細な決断。日常生活のものでございますので、正解は D ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空欄6番でございます。皆さん、これは空所の左側、皆さん、場面はレストランですよね。で、そこで空所の右側、メニューをどうするのか。で、皆さん、これで選択肢眺めていただきますと、わかりますよね。そうです。メニューは見るものでございます。あとは、それを真剣に見るのか、さっと終わるのか。まあ、選択肢の中にメニューをちらっと見て終わりというものはなさそうですね。一方、メニューをしっかり見るという話がありますね。そうです。選択肢の A ですね。まあ、皆さん、勉強とか研究というのは皆さんご存知かと思います。です。皆さん、その研究のイメージですね。目の前の対象物をしっかり吟味する。ですから今回はメニューをしっかり吟味している様子が伺えますので、正解は A ということでよろしいかと思います。皆さん、続いての段落、空欄7番でございます。皆さん、これは直前の内容を指してますよね。そうです。日本人はみんなが同じ食事を注文して、で、みんな同じものを食べる。それって本当にいいんですか？そういう話が選択肢の D につながりますよね。ですから皆さん、この三角括弧のところの言い換え、正解は D ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて下線部8番でございます。まあ、it がどこを指しているのか。
ナビさん見ての通りレッドの左側でございますので主語ですよね。ナビさん主語が1となっているということは手前の主語と同じものではなかろうか。ネビさん、ここを熟読していただきますと、選択肢、該当するものが見つかりましたね。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。ネビさん、次のではなく下線部9番はこちらでございます。ネビさん、動詞の fuel、まあ、燃料を供給するんですね。まあ、焚き付けるというイメージでバッチリ。ネビさん、今回の設問は皆さん、それと皆さん置き換えることができないものですからね。で、それを踏まえて選択肢の A は鼓舞する。で、選択肢の B は駆り立てる。で、水をすっ飛ばして D、刺激する。ですから、焚きつけるとは関係がない。正解は C ということでよろしいかと思います。さあ、続いて第2問、長文読解。これは今年の中で一番難しかったんじゃないかなって感じがいたします。ですから、得点をある程度取れれば OK なんですが、ですから、10問中、5問取れてれば、なんとかいけるかなと。で、続いて第3問目。で、皆さん、これも大問1番と同じぐらいのレベルですね。ただ皆さん、1問目よりはちょっと難しいかなって感じですね。で、皆さん、大問4番目の長文読解。これもさ、今年の中で一番やりやすかったんじゃないか。ですから、10問中10問取れてる方、結構いらっしゃいますよね。で、皆さん、最後の会話問題でございます。まず話の内容分かりやすいですし、やりやすいですね。ですので、これぐらい得点できるんじゃないかって感じがいたします。で、こちらの解説もお聞きください。さあ皆さん、まずは問いの1番でございますが、マリエさんが狼狽している。その理由としてふさわしくないものですね。それはアンナさんに対する気持ちでございます。皆さん、おそらくヒントはこのあたりかと思いますね。部屋が汚いんですね。そして新しい年に決めたことも守れていないと。それに対してマリエさんがうんざりしていると。ですから選択肢の A のようにお金がないことに対してうんざりしているわけではないと。ですから正解は A ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの2番のこの空欄 A。皆さん、これは空所の直前でいけそうですよね。1ヶ月間に及ぶ無料体験。それを終えてお金もないと。ですから、たった1ヶ月でジムを辞める。そういう選択肢の C が正解でよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて問いの3番でございます。アンナさんとマリエさんの関係。皆さん、その前振りとしてこのあたりですね。マリエさんがアンナさんに対してもうとにかく汚いと。綺麗にしなさい。で、この後画面を少しずらしますね。で、皆さん、これで選択肢は全部見えるようになりました。で、一方、マリエさんの部屋は綺麗なんですね。ですから、そうしたことから選択肢の C が正解でよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて、との4番ですが、下線部1番。いや、それが最後の発言になってるんですね。で、ベイビーステップス。そのまま直訳していただけた赤ちゃんのステップ。小さな歩みのことでしょうね。ですから、それほど一気に大きくは変わらない。そういう話をしている選択肢の C が正解でよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの5番でございます。マリエさんとアンナさんの性格。で、これは先ほどの設問でも使いましたが、これですよね。マリエさんの部屋は綺麗。で、一方、アンナさんの部屋はそうでもないと。整理整頓ができる人とできない人。そういう観点から選択肢の D。こちらが正解でよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの6番でございます。アンナさんがジムに行かなくなった理由。で、それ皆さん、先ほどの設問のヒントとしては、このあたりと合致しますよね。お金がなくなった。ですが選択肢の B のように、もし続けるならお金は払わなくてはならないから。今お金がないわけですから、B が正解でよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの7番でございます。この会話が繰り広げられているのは一体何月なのか。皆さん、一つ目のヒントはこのあたりですよね。お部屋をきれいにするのがおそらく元旦の近い。そして、あとみさん、このあたりですね。先週の無料体験1ヶ月。そのキャンペーンが終わってしまいました。ですから、新年ということは1月。それにプラス1ヶ月足すと2月と言っている選択肢の B が正解でよろしいかと思います。さあ、続いて問い8番でございますが、マリエさんが食べそうなもの。時田さんもベジタリアンって言ってますよね。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。皆さん、続いて問い9番でございますが、皆さん、ビルの1階。一体そこには何があるのか。時田さん、このあたりにしっかり書いてますよね。ですから、お野菜が買えるストア。ですから正解は一発で D でよろしいかと思います。そして最後は問いの10番でございます。マリエさんはアンナさんに関してどういうふうに思っているのか。ごめんなさい、この読み始めのところで OK ですよね。特に本当に文とにマジですか、アンナさん。ですから正解は B ということでよろしいかと思います。それでは、これを全部足すと90分中70分。余裕を持って終われるかと思います。理想は50問中44問。ただし、ケアレスミスがあったとしても、なんとか50分の37。70% は死守できたんじゃないかって感じがしますね。ですので皆さんの得点、それこそこちらと見比べていただいて、もしこの後何かご質問ございましたら、コメント欄使っていただけると OK です。ということで、キッポン待ってまーす。